はい、それでは続きをやってまいりましょう。前回ついにですね、ウガン従属に成功いたしまして、戻って帰る途中でございます。落とした時のメンツといえばですね、まあ、コウ・ソンさんとですね、カンウ・チョウヒ、カンペイなどですね、結局このリュウビー一派がいるのが結構強いですね。結果的に、まあ、運よく劉備が最初にですね、仕官で入ってきたおかげで取れたわけですけども、取れたというか勝手に入ってきたんですけどね。まあ、あとは呂布と、もう一人陸遜ですね、この存在が大きい。でまだ老子が見つかってないんですけど、老子を見つけてですね、戦費行きたいと思います。で戦費を安全にやるにはですね、長安と安定までは取った方がいい。これ間違いない、取った方がいい。ここ、隣接が取れてないんで。ですが、これ、隣接取るのがかなり大変。まず、長安を取りに行かなければいけない、曹操から。うん。ですね。まあ、この手間があるんですけど、これを下手に、長安まで取ってしまうと、長安の防衛線絡みがかなり増えてくるということもあるんですね。それはそれでですね、ちょっと時間が今度は戦費や他の、今日ですね、次は今日になると思います。これ、距離的には。三越めちゃめちゃ遠いんで。これ三越はまだいいけど、これ何番行くの、何年後になるのよ、これ。このシリーズめちゃくちゃ大変ですよ、これよく考えた。ね、考えてなかったけど実は。何番めちゃくちゃ大変じゃない?まあ、とにかく、戦費はもう行っちゃった方がいいと思うんですよね。この状態で防衛をするのはそんなに難しくないからです。要は。集中できる、戦費詰めに。ということで、今回、急いでですね、兵を取りまとめて、戦費攻撃に入りたいと思っております。それでは皆さん張り切ってまいりましょう。あと皆さんね、コメントありがとうございますね。はい、攻略、5に見ました。攻略5にね、やっぱり動画制作のタイミングがありますから、5でした。ありがとうございました。はい、霊峰がいましたね。南比に霊峰はあれ持ってますから、眼光持ってますからね。やっぱ眼光がね、かなり有効であること分かったんで、とにかく、武将数、部隊数ですね。部隊数と後ろに眼光を並べれば有利になっていくように感じますね。さあ、シュチラ3名、あー、中途半端な額だな、これ。これ、名品15いかないと思うんですよね、これじゃあ。一応行ってみましょうか。敵路よこせ。ね、足りない。200ぐらい足りないわけですよ。6000必要、15は。バチュー発見?おお、いい方のバチューだ。まあ、どっちもいいんですけどね。ベビーフェイスの方のバチュー。おっと、見つけたー、ロシー、よーし。やっとですね、もう3、4はかかりましたよ。今回見つけるのに。おっと、大野丸見つけちゃったの?これも配っていきましょうか。で、孫霊が士官。すごい、いいことずくめ。投石ですね。いや、柔けえからな、でも投石。だ、ステータスがいいから、使えるかもしれないけど、やっぱりね、ウガンやってみて、いらないっすわ。いらないいらない。兵器いらない。舞台倒して終わる。うん。側を壊すのいらない。破壊力いらない。ひたすら対舞台で OK ですね。とにかく囲まれないでいく。これだけでしたね。必要なのは。だからまあ、使わないっすね。損で。まあ一応受諾。忠誠を誓おう。竜書、プーヤンじゃねえか。まあ、プーヤンもね、運搬か。運搬使わねえんだよな。運搬、まあでも、入れられなくもない、運搬も。まあ、受諾。でもいっぱいいるんだよな、運搬も。
やろうと思えばレベル10ぐらいいくかもしれない。あ、ごめんなさい、言い過ぎました。さてさて、北海落とされましたね、バカだな。ここから天水へ向かえとか言ってる、アホやな。ご報告いたします。あらあら、孫作。まあちょっと我々でやりに行くのもちょっとしんどいけど、これは。では老子ですね、リクソンに与えます。リクソンは若いし、まあ言うことないですね。与えていきましょう。はい、老子リクソン間違いないですね。知力97になります。中華ナンバーワンかな、さすがに。まあこれでできることが計略ぐらいしかないんですけどね。実際あの東洋が基本ないんで、はい、基本異民族武将が出てこないから、取れるような異民族武将がいないんですよ。100になっちゃうし、だ基本東洋がない。だ東洋の是非は問われない。もう計略ですね。今はだからないですね、やれることは。クコドンローぐらいかな。まあ激しくこの異民族が邪魔して、邪魔になってくるようでしたから。ただ今あんま邪魔になってない、むしろお客さんだ。おっと、打倒長老。打倒長老行きますかね。行ってもいいでしょう、参加。まあこれで長老の名品が取れなくなりましたけど、まあうちには看守がいる。で、大体攻められるのもほぼ行なんで、行と平原に看守いますんで、それで大丈夫でしょう。おっと、李光の弓、今頃見つけた。これは飛翔の。おっと、長春か、捕まえましたね。李光の弓はやっぱり呂布ですかね、飛翔ですからね、李光は。さて呂布に与えよう。いやでも呂布なんか持ってたな、上がらないな、なんか持ってるなこれ。宝天画劇じゃなくて、なんかだな。上がんないわ。殺衆呂布。殺衆呂布は呂布だけに。呂布だけに殺衆呂布。これなら上がる。じゃあ、李光の弓は、各挙兵ですね。各挙兵と李光、確か年代近いような気がしたんだけど。どれでしたっけ？ありがとうよ。お、また。刀を見つけましたね。お、やっぱりですね、あの連合組んだからすごい攻めてきますね。素晴らしい、いいですよ。どんどんこれで負傷兵もらいましょう。さあ楊州が戻りまして、超春夏ですね、17歳。おお、すごい巻物みたいな竹簡いっぱい持ってますね。やっぱあれ干してたやつですね。ええ、干してたやつを回収して、どれで殴ったんでしょうね。どの地区間でぶん殴ったんでしょう、女を。恐ろしい女ですね。さあさあ、これは異民族ではないんですね。異民族だったらいいのに。さあ、捕虜。すごいですね。継ぎ足し継ぎ足し、秘伝のタレ。そういう作戦できますね。まあ、でも、霊陽光が取れる限りは、いけますね。師匠何ですか？同盟いりません。我々に同盟は不要。異民族は単体で倒す。はい。よしで。さーて。これ、黄金の武将は全部捕まっちゃいましょうか、これね。あ、もうその勢いでやりましょう。ご覧ください。さあ来ました。右岸従属、その後。これはですね、条件は、従属させてから、あれですね、また士気が100以上ですね。優秀の士気全部100以上で、自勢力の都市の兵士が5万以上。で、結果、兵士増加ですね。これも3000でしたっけ？従属でも。5000、5000だったらいいな。献上、兵の献上。いくつかな？兵役免除は、させんぞ。あれ？
兵数見えなかった。あれ ?5000?5000?5000 いるけど、こんなにいましたっけ？いたかもしんないな。ああ、ちょっとちゃんと見ときゃよかった。うん。ログには出てない。そして戦費が5万ぐらい来ますけども、まだ信用に用意できるのが8万だけ。少なく見積もっても20万でしょうな。ええ、信用に20万は用意しないと戦費は倒せないと思います。なおかつ減らした後、隣接が1個しか取れてないんで、かなり無謀なのかもしれません。ただですね、考えようによっては、戦費これ一本道で、一番厳しいのがここら辺。まあずっと厳しいんですけど、ここら辺からは。ここら辺の広がったところ、ここの数的優位をなんとかですね、後ろ頑固、前硬いやつ。これで進めればですね、まあなんとかなるんじゃないかと、思いますけども。あとは、劉備が回復とかね、うまく入れてくれればいいんですけど。敗戦、捕らえる。もうバンバン捕らえましょう。全部捕らえましょう。もう。まだまだやってきますね。周隊とかも死んじゃうぞ、これ。周隊相当来てるけど、まあ、眼剣だからな。案外無傷だったりして。あ、無傷だ。さてさて、連合が黄金の世の中、あと65万。もう、あれじゃないですか。何気に、曹操30万の方がこれ強いですからね。裏ボスですからね、こっちの方がもう。で、馬頭が止まりましたね。OK ですね。よかったです。馬頭滅ぼされないで済みました。この間に我々、戦費行きたいですね。はい。お、劉邦成人。よろしく頼む。ってことは、そろそろ諸葛亮タイムだけども。バッチューがしかん。いいよ。勝負勝負。よろしく頼む。他には？他には何か来る？カダか。さあ、今年は何が見つかるか。なんか新武将最近見ないけども。セットはしてるはずなんですけど、まあ何年かおきになってるかもしれないですね。今年はあるか。なんかいますね。北兵だったら、行なんかい。しかし連合を組むとやっぱり激しくなってまいりましたね。まあ北海が落ちたのもそうですけどもね。まあ曹操もやらかすもんですね。誤算か。来んのかい？来ない。もうちょっといいやつが見つけてくんないですかね。こういう時に限って見つけちゃうんだ。義援を取られてしまいましたね。義援も捕虜だ。霊峰士官です。いいですね。また眼光増えました。で、霊峰まあまあ武力高いしいいですね。参戦もっと欲しいけどな。まあでも火矢持ってるし、まあ、申し分ないですね。ジュダック。さあ、来ました。爆発的に出てきましたね、これ。何ですか、これ。やけくそですか、これ。フルじゃないですか、これ。9万じゃない。9部隊。2万。18万か。これは、今まで見た異民族の襲撃で、マックスですね。多分、9部隊2万がマックスだと思いますよ、これ。来ましたね。さあ、来ました。これはやりましょう。やるけど、やるけどこれ大変ですよ、これ。迎え撃つのも。でも、ここで、13万でしょ？ここで集中しないともう、これ以上のチャンスはないんじゃないですかね。いやー、どうなるかな。もうここから戦いは始まっております。戦費を討伐できるか。まず6万9000を出しました。ここでですね、一旦これバフを持ってる武将ですね。あとデバフもまあありますけども。一旦外に出して、
これ隊列しづらいんで、最初隊列できるようにちょっと一旦外に出してからこちらをご覧ください。隊列を組みます。で輸送をここで中に入れるという感じですね。で相手の出方見てその防衛部隊組んでいきましょうという感じですね。まあ連合状態だからちょっと攻められてるのがうざいんですけどね。まあ最低限勝てるとは思いますんで。でこちらももうほぼ無傷で勝ちたいのは本音なんですけど、まあそれは無理。いくらなんでも18万無傷は無理。さあどうだ、このターンでどこまで来るか。この前衛3人はちょ突ではないので大丈夫だと思います。でこの人たちちょ突が含まれてますけど、位置までちゃんと移動してくれるかな。しねえな、動けないか。そしてこうして攻められてる間にも戦費はどんどん回復していく。この不条理、我々が行動を起こすことにはどうなっていくのやら。さあぶつかるか、投石台が当たっていく。で城には39000、城も簡単には落ちない。で戦車も持っている。大将は闘士ですね。こちらいい具合当てていますね。一人しか当たってないですけど、まあバフがかなり強いと思いますね。行軍2600、十分でしょう。そして二度目の、右岸従属ですね。はい。また兵数を見忘れましたね。あ、3000かな ?5000 ってことないですね。3000ですね。はい。しかも K かな?増えてんの。ログを見てないですけどね。明らかに K が増えてますね。まあ3000ですね。はい。18ヶ月ごと3000。それでは、信用の戦い見ていきましょう。ここで出しますのは、呂布、そして寛平。あとはもう一人、右岸もう一人ですね。給油を持ってるやつ。これで敵の能力を下げながら、1部隊倒しました。ちょっと止めたい。これですね。元帥、給油持ってますんで。で、威風もあるんで、下がりやすい。ちなみに、幻術持ちいますけど、ちょっと安全圏がない。届かない。まだ届かない。で、これは火工廠かな?いや、違う。誰か火を放ってますね。あ、違うかな。火罠でもないし。誰だろう、放ったの。勝手に放ってるやつがいる。火を。そんなことあんのか。あ、こいつか。極炎おじさんか。これは、じゃあもうこの3部隊は、葬り去られましたね。さすが極炎おじさん。いいですね。こちら側、ほぼの、あれですね。無傷。あとはこっちですね。頑張ってほしいところ。呂布、そして寛平。で、寛平は、あえて戦車も持たせました。戦車撃ってくれれば、いいかなっていう。あ、でも、あれか。寛平、先じゃダメか。寛平は中央切れだけでよかったか。はい。失敗した。からの?これぞ我が自慢の白馬鉄器、単発。え、また極炎?もう溜まってた?チャージ早くねえか、極炎。あれ、さっき減ってなかった?まあいいか。こっちが有利な分はいいわ。バグでも何でも。ひどいプレイヤー。あ、いいですね。これは、結構、いい感じいけましたね。あと、5部隊。こっちも、いい感じで止めてます。で、城は、耐久がちょっとダメージあったぐらい。こちら南側はあえて動きません。敵が動くのを見ようと思います。いったー。強い。2部隊やりましたね。よしよし。隣接の部隊はやっていく。あと呂布が一歩前に出る。で、リクソン後ろに行ったんで、これでデバフが入ってるかな。まあ、呂布が勝手に行ってくれるからね。これその後ろについていけばいいだけという感じか。お任せください。信用増えてますよ。もう上旬になって逆に増えちゃいましたよ。
これはどうなのかな、負傷兵的には。異民族あんまり吸えない気がするんですよね、負傷兵。ちょっとチェックしたいところですね。ご報告いたします。まあどっちにしろこれもうこのまま行っちゃってもいいかな、どうかな。いや呂布は眼光で出したい。うん、ちょっと兵数調整したいですね。異民族こんなに兵力いらないかも。ほんとバフぐらいにしといた方が。いやでもこれぐらい素早いくてウガンだから全能力上がるからこっちの方が強いかな。親愛とかね、下手したら張飛より強いかな。まあ、ここら辺の核挙兵とかはもうあれだけども、あー強い可能性ありますね。ただ重武将もさすがにいらないというか、そんなに出せない、兵数がない。で、すごいですね。この城の周りでちょっと戦っただけで10万ぐらい兵糧なくなりましたね。これガバガバ、ガバガバというか、ガバガバですね。はい。どんどん持ってこないといけないですね、兵糧はね。ということで、進みましょう。このまま進んでいこうと思います。このままの舞台で行ってみましょう。途中までね、出てこないと思うんですよ。多分出てくるのここら辺なんですよね、いつも。このラインですね。ここら辺気をつけていこうと思います。そして、負傷兵、部隊が持っているのは、ね、やっぱ部隊少ないんですよ。これ、異常に少ない。まあ、これくらいだったら、そんなに惜しくもないかな。1万とか、数千とか持ってるともったいないですけど、数百だったら。で、都市が持っているのはゼロですからね。ほんと異民族は実りがない。戦っても。だいぶ不安です。このまま16万を叩き潰せるのか。だいたい着く頃には20万。前回の右岸戦と変わらないじゃないか。さて、我々、25万ですね。25万中、15万ぐらいかな。そんなものだと思います。戦費に向けております。連合名手です。はい。どう見ても我々、連合名手、あと14ヶ月。でございますね。あれ?連合、名手じゃないか。名手は曹操か。あ、名手じゃないなら自由ですね。はい。仕事はしてますから、ほら。こうやって、おとりになってますんで。仕事はしてますんで。巨匠豊作。おっと、一騎打ち仕掛けましたね。あ、陳東が要所に仕掛けてる。え、陳東そんなに強いの?あららら?あららららら、いい勝負。いい勝負だけど。はい、カットです。負けてやんの。陳東に。いる?陳東に一騎打ち負けるって。マジか。オーロー捉え。よし。オーローは名声持ちだから結構高く売れそうですね。あと十何ヶ月後。さあ、義援ですね。中世85。これ異民族ですよね、義変って。違うのか。ありゃ。これも長いなぁ。さあ、そして、これは、ワンコそばワンコそばの無限アタックの様子を呈してきましたね。これ足んないなぁ。これ最後の最後の爪のところの舞台が足りないし、いや、それ以外でも足りないかもしれない。舞台数がちょっと足りてないですね。ちんと捕まえ。いいよ。早死んだけど。これで早く、これ撤退しないとこれ。また踏み直し。ここまでか。あー、スータン!どんどん食メンツが死んでいく。戦費本当に19万まで回復しましたね。で、ここで5000出てきた。5000だけ。1000の3部隊。で、ここでちょっとですね、これ、ウガンを利用して前塗ろうと思ったんですよ。これで少しでも、
この揃えて進むことをですね、ご報告いたします、やれないかというところなんですが、これは呂布が前出ちゃうんで、前出ざるを得ないですね。で、下手に火つけるとまた火回っちゃうんで、で、火のせいで前進めないとか、なかなかやりづらいことも起きてくるんで、なるべく火はつけないでおきましょう。リクソンに期待ですね。リクソンも前行きすぎず行かなすぎずっていうこのポジションをキープしないといけない。お任せください。あっという間に2部隊は倒していきます。うん、まあ簡単ですね。さすがに、おお、すごい。ちょっと待って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 、え、ウガめっちゃ強いんだけど、これ今4900とか言ったんだけど、マジか。オーロは捕虜です。4900いってるんだけど、これマジか。こちらをご覧ください。あ、そんなに強いの。あ、でもこれだけだ、このウガン除血だけだ。なんでこいつこんな強いの。そんなにバフ集中してんだ、ここ。なるほど。応援聞く？応援男しか聞かないよね。除血は聞かないはずなんだけどな。にしてもバフすげえな、これ。こっちの端っこガンは3400。こっちの端っこも4800か。あらー、これウガン出した方がいいな。なるほど。すごいわ、これは。うん。だウガンでも結局、強いのって、工場はそれでも1100か。あー、でもそれより、それでもあれだ。関羽の工場より強いんだ。十分か。マジか。そんなに強かったか。知らなかったな。あー、そんなに親愛と、こっちの関羽で上がるんだ。マジか。やばい。波状でも、異民族の方が上ってなると。もうなんか、関羽以外、関羽以外か。関羽以外連れてきた意味ない気がする。さあ、陳島ですね。これも捕虜。もうどんどん放り込んでいきます。ここですね。一番難所に差し掛かりました。狭くて動きづらいです。ただ、ここで出なくなってきた。どういうことなんだ？ここで出ない。またちょっと進んで、ちょっと下がる戦法ですね。これで足並みを揃えていこうと思います。兵糧がやばいですね。どんどん減っていきます。ここで5万！でかいの来た！でかいの来た。これ何部隊？ 1,2,3,4,5,6,7、お！ 10 部隊全部出た！全部出した！これは受け止められるか？この思い。どうなる？どうなる？おーおーおーおお、どうなってんだ？これどうなってんだ？そもそもこれ戦費の戦法ってこれ何？各所より報告です。で、誰だ？火つけてんの。火つけてんの、こいつだな。こいつだ、加工商だ。いいぞ。戦費の戦法は、この9機ですね。工場アップ。全然関係ない。だいたいダメージ系はないんですよね。さあ、ではここでベタ足で戦っていこうと思います。さあどうでしょう。炎の中も入ってくるかな。あー、でも強いな、こっちの方が。すごい早い早い。いや、どう考えてもこれだ。こいつだ。ウガンのスピードだ。すごい。で、天下無双だ。おお。そして、曹操ですね。ここ、我々が攻めてる隙をついて、なんと、陳留攻撃、入っております。これ、落とせそうかな？これ。ああ、いや、ギリ落とせないか。惜しかったですね。
で、戦費また出てきましたね。あと12万。さあ、どうでしょうか。いやー、強い。触れただけで。外周一色とはこのこと。ウガンが強い。めっちゃ強い。で、豪華いらんな、なんか。豪華邪魔くせえな。進めなくなってんな、前。強い。めっちゃ強いな、これ。そして、もう一、部隊ではないですけど、もう一軍、五部隊、ウガン。この、ウガンが強いぞと。そこに気を良くした我々。持っていこうと。裏口に持っていこうと。五部隊。四千ずつではございますが、用意いたしました。さあ、また出てきてるかな？でももう、拠点の目の前まで来ましたね。これはもう、このまま陣を敷いてずっとやり続けた方がいいんじゃないかな、これ。拠点からの攻撃を食らうより、そっちの方がなんか、早い気がするな。早いし安全。同盟なんかしないんだ。やっと有効まで落ちたな。金を払ってくれるかな。さあ、戦費も、なんか、牽制これ。牽制って見えた気がする。牽制か、牽制か。牽制、まあでも、わざわざ拠点ダメージを食らう必要はないんですよね。だから後ろから弓を用意して、やってた方がいい気がしますけど。戦費10万。まあ出してくるでしょう。5万。おお、勝負してきた。こっちも勝負だ。さあ、劉備さんが来てるんだよ。どうだ？だからって言われちゃうね。さあ、詰めてきた。大したことないな。これで、うーす。すごい勢いで両方が倒していった。すごい。今のところ全然連鎖が必要ない。で、極炎だ。これは凶悪。炎だけで倒せる。うわぁ。素晴らしい。しかも新規で弱ってますからね。で、呂布前出んな。呂布前出んな。お前、城の攻撃いらない。城の攻撃食らわなくていいんだ。さて、裏口部隊。やっと黄河を渡り始めました。船遅いっていうですね。問題点がありました。全く気づきませんでした。で、戦費残り3万8000。いや、3万8000といえども、3万8000の城を落とすの大変です。まだまだ気は抜けません。ん、これ、猪突のやつか。猪突のやつが前行く。なんと猪突の多いことか。ん、でもなんとかなってますね。だいぶ戦費ももう怪我人ばかりでしょう。どうですか？真っ赤っか。うわ。重傷重傷、軽傷軽傷、重傷軽傷、重傷傷。戦費あと3万8000。部隊はありません。で、やっとな、山登り始めましたね、裏口部隊は。間に合うのかな、裏口部隊。さあ、出てきた。残りが2000だ。もう、これで最後だ。もう、あとは詰めるだけ。ほんと、兵器いらねえな、これ、ほんとに。あー、強いな、これ、やっぱ、ウガンだな。今回、この、全然違うもん、前回の。また極炎かけてる。まあ、ジャイアンだな。ジャイアニズム。リクソン。いやー、これはさ、だって警告あるでしょ？警告に、で、新規があるから、警告新規で、こっち、親愛とか、カウのバフ入ってるんで、もうこれだけでもうデバフとバフの差がすごいですからね。もう向こうもバフ結構あると思うんですけど、地形とね。親愛とかと。もう、勝ちでしょ。で、これ後ろの方もう帰っていいです。お帰りください。もう、どうせ退却しなきゃいけないんで。あ、君たちも全然ダメでしたね。お帰りください。全然間に合いませんでしたね。さあ、行きましょう。ラストです。戦費。2400でまだ出すというのか。
とにかく戦費の拠点の城兵、拠点の城兵って言ったらおかしいか、拠点兵を全て落としてしまえば私たちの勝ち。さあ、波状強いですよ。波状じゃない、工場強いですよ。え全然落とせなかったんだけど。こちらをご覧ください。え、もう触っただけで終わると思ったらこれ、あれ工場800とかじゃ落ちない。これ一気に8000も回復されちゃったんだけど、ちょっと周走後ろを避けて、ちょっと待ってお兄さん、ちょっと待ってちょっと呼んでこよう。ダメだこれ。さあ先輩、11,430、その中から9400見繕って出してきました。これはやばい、周走がやばい。しかし回復、みなぎる回復力、劉備でございます。お魚くわえたドラ猫、周走がやられたじゃないか。さあなんだ、兵増えたぞ。もう極炎しかないのか。ちょっと待って、全然減らないぞこれ。あれ、なんで減らないんだ。やっぱこれ拠点はダメか。数字的には工場1100とかあるから落ちそうだけどな。なんやかんや耐久高いのが効いてんのかな。いや今落ちてきた、今落ち始めた、やっと落ち始めた、やっとです。さあこれで最後だと思いたい、さすがに思いたい。何部隊で囲んでるんだこれ。あ、いいですね。これ多分こういう戦車とかそういう物理的な物理ダメージ戦法じゃないと。まだ回復しております、この男。回復が大好きでございます。やっと戦費もう完全に枯らしましたね。え、こんなん出たっけ。戦費の時はこれ、あれウガの時も出ましたっけ、この滅亡みたいなの。まあ出たんでしょうね。なんかこの戦費と信用とかのあたりはバグってますからね、信用できないですね、信用だけに。さあ今度はですね、また平原に攻め込まれておりますね。やっぱり曹操が頑張って北海持ってた方が良かった。かなり平原が攻め込まれる回数増えてきましたね。各所より報告です。まあ攻め込まれたからとて何ともないですけど、今のところはね。ただこうやってだんだん部隊数が増えてくる、それきつい。部隊数増えてきたら私たちも部隊数増やさないといけない。一応ですね、そういうことになってるんですよ。曹仁とか、いい加減曹操の方行け。どうしたんだおい。めちゃめちゃ平原攻めますね。じゃあ我々は行から平原に輸送すればいいかな。うん、そしたら行に行くでしょう。というところでやっと二つ目戦費。いやー、ウガンがあんなに強いとはちょっとね、4000とか行くとは思わなかったですね。これはもう普通の武将を使えませんね。よっぽどリクソンみたいなやつとか、呂布、リクソン、呂布、まあ、あとは、まあ、うん。せめて、劉備かな。ぐらいじゃないとダメですね。だって見てください、これ、ウガン。5000いってますよ、ここ。これ。行軍5000。元帥なんか。元帥元から、ステータス高いですからね。5000、4000いくんだもん、これ。山強いわけですよ。これはいやー参りましたね。ってことでこれまた戦費とウガンと、うん、両方持っていけるわけですね。両方持ってって両方こう固めて運用していきながら、バフとデバフを組めるわけですよ。もうこれがダブルになる。これは強い、正直強い。もう、普通の武将いらない、これは。うん。バフとデバフの強さですよ。次はだから、今日取るために、
最速でいくとアンデイ天水かなでやっちゃって、バトーはあわよくば幸福韓国っていう手もありますね。はい、あの同盟はしないですけど幸福韓国しないとは言ってないんで、もうその方がいいかなとは思っております。はい、でいい加減曹操が調子に乗っているんで、その鼻っ柱を折るというところもよろしいんじゃないかなというところで、さあ今回兵数が増えましたね。25万でしたよね、攻め始めて。なんと増えるという状況になってしまいました。前回15万でしたよ、確か終わり。13万増えましたよ、今回。すごいですね。やっぱ吸い込んだのと、まあ、生産力増えたというところでしょうね。我々ね、ほとんど弊社ですね。開発は弊社に当てております。見えるかな？これ地域ですね。地域の弊社レベル、ほら。5があるでしょ？ 5 とか4とか。結構5、4ですよ。もう商業より下手したら平均値高いかもしれない。弊社上げまくってますんで。まあ、弊社上げてもね、そんなに劇的に上がるわけじゃないですけど。まあ、上げないと、兵収入も上がらないというところですね。あと人口もまあ、兵数上がる要素ではありますが。はい。あとは、黄金。師匠がもう終わる。78万。でけえな。この状況でまだ発達してますね。発達した台風。で、曹操30万に行きました。もう、家臣の頃より大きいかもしれない。で、南中がもうこの二都市はもう完全に死に体ですね。これは曹操のものになる。これは、なんか、破食から再起をかけてる、なんか曹操になっちゃってますね。食の曹操。そういった感じ。で、河北の公孫さん。河北の雄ですね。戦費、右岸、両方従いました。このまま突っ切って三越とかもね、いいかもしれないですね。結局三越突っ切っていかなきゃいけないですからね。どっちがいいんだってことになりますけど、これ。でも今日に行くまでに、最短2都市でいいんで。そしたら今日行きますよね。三越何都市？最短。最短3都市か。それでも。いや、4都市だ。牧羊は取んなきゃ無理ですからね。牧羊、勝敗、受春露光。露光から攻められるでしょ。まあ、会計取った方がいいですけど。まあ別にここの負を取れば、まあいけなくもないわけで。うん。三越か。でもそんな、縦四都市なんて無理ですよね。正直。やってらんないですよね。攻められまくって。うん。だやっぱり今日ですね。今日から先が地獄だな、このシリーズ。今日でもう、もう、あとちょっと長いんで、終了ですって言いたいですけどね。そういうわけにはいかないですよね。どっちも長えもんな。何番にしてろ、しろ。三越にしろ。いや、まだね、途中でほら、三国志波動みたいにここら辺五系番、ね、武良番とか置いてくれれば、まだ近いじゃないですか。間があるんだけども。ないもんな。ないんだもん。はい。というわけで、次回、今日ですね、頑張ってまいりましょう。それでは皆さん、またハングアー。